医者が超音波画像を確認し驚きの声を上げる。これは今度は4つ子だ。そんな、もう23人も出産してるんですよ。薄々気づいてはいたが、私は異常に妊娠しやすい体質らしい。私の名前はミリアム。この人がお前の旦那さんだ。ミリアム、元気で暮らすのよ。はい。12歳の時、持参目当てで私は両親に結婚を勝手に決められた。みんな驚くかもしれないが、ウガンダではこの類の飲酒は今も根強く残っている。デニスだ、ミリアム、よろしく。よろしくお願いします。その日初めて会った夫は気の良さそうな人ではあった。だが、そんな結婚に夢や希望を見出せないでいる中。おめでとう、妊娠3ヶ月ですね。双子のようだな。そうですか、私の妊娠が分かったのだ。私はデニスに不安を訴えた。出産大丈夫かな、赤ちゃんちゃんと育てられるか不安。大丈夫、心配なせん。夫はよく言えば楽天家、何事も深く考えない性格だった。時は瞬く間に過ぎ、迎えた出産。ねえ、可愛い男の子と女の子よ。ああ、よかった。不安もあるが、無事出産を終え、母となった実感も芽生え始めていた。二人とも元気ないい子だ。名前はジムとリズにしよう。さて、俺は祝杯をあげに、お前はゆっくり休めよ。じゃ。ええ。自由人の夫は双子を名付け終え、さっさと姿を消した。でも、私は満ち足りた気持ちに包まれていた。ジム、リズ、よろしくね、ママよ。腕の中の小さなぬくもりに愛おしさがこみ上げてくる。この子たちのためにも、今いるこの場所で精一杯生き、幸せになろう。おいしい？いっぱい飲んで大きくなってね。あ、リーズ、うんちかな？あら、ジムも？慣れないながらも懸命に育児をこなした。忘れた頃にフラッと帰宅する夫は全く当てにならなかったが。そろそろ次の子欲しいよな。そうね。子作りに関してだけは協力的だった。その結果、私は翌年三つ子、そのまた翌年には四つ子を出産。ああ、授乳の時間ね。おむつを変えて離乳食も。ゴーラ、ジム、リズ、喧嘩しないの。毎日目の回るような忙しさで息つく暇もない。だが、そんな中、一つの疑問が膨らんでいく。なんで毎回双子や三つ子、四つ子なんだろう。よしよし、泣かないで。多産自体は珍しくないが、毎回多胎死なのが不思議だった。そして数年後、妊娠の兆候があり、再び病院へ行くと。こりゃまた多胎児だな。今度は四つ子だ。え、また？私どこかおかしいでしょうか。さすがに異常だと思い、医者に質問をぶつけた。原因を探るため大病院で検査を受けると、卵巣が非常に大きく、排卵数も正常値をはるかに上回っている。だから先天的に異常に妊娠しやすく、毎回多胎児になるのでしょう。さらに告げられる衝撃の診断結果。現状妊娠で健康が維持できている。ピルの服用等は逆に弊害が大きいだろう。卵巣過剰刺激症候群に似た症状に陥り、最悪腎不全や血栓症のリスクもあるという。通常不妊治療でごく稀に出る症状だが、奇女の場合遺伝的要因です。じゃあどうすれば。妊娠し続けることですね。そんな、さらなる妊娠を勧められたのだ。最初はあまりの展開に理解が追いつかなかったが、それが最善の選択なら、妊娠して授かった子供たちを大切に育てよう。自分の得意体質を受け入れ、前向きに生きることを胸に誓った。私、健康でいるために妊娠し続けることを勧められたの。そっか、大変だな。でも俺協力するよ。ありがとう。責任感とは無縁の人だが、大きな子供が余分にいると思えば腹も立たない。その後、私は27年間で双子6組、三つ子4組、四つ子5組、計44人を授かった。元気に産んであげられなくてごめんね。うち6人は天に召されたが、38人は元気に成長中だ。だが、40歳での直近の妊娠で私は合併症になり、双子の1人を死産。年齢的にもう妊娠しない方が安全だ。子宮を摘出しましょう。そうですか。医療援助を受け、摘出手術を受けた。正直、もっと早く手術できたのではと考えないでもなかったが、家のことは任せて。ゆっくり養生しなよ。リス、ジム、ありがとう。過去より目の前にいる子供たちの存在に感謝しようと思い直した。手術から3年、43歳になった私は今も38人の子供たちと元気に暮らしている。みんな、朝ごはんよ。小さい子から順にね。はーい、いただきます。忙しくも充実した毎日だ。
ほぼ女で一つで大勢の子供たちを育てるのは容易ではないが、ママ手伝うわ。俺もこいつらの相手するよ。助かるわ。いつも上の子供たちが積極的に手伝ってくれる。長女は看護師、長男は大工として働き始め、これ生活費の足しにして。俺も少ないけど。二人ともありがとう。大切に使わせてもらうわ。家計を助けてくれるようになった。下の子たちもそれぞれの夢を胸に一生懸命勉強や運動に励んでいる。ママ先生に絵褒められたの。まあ上手。ママ僕サッカーでレギュラーに選ばれたんだ。すごいわ。思えば若い時からひたすら育児に追われる人生だった。ママ大好き。俺だって。あたちも。でも私にはこんなにたくさんの宝物ができたのだから後悔はない。ただこの子たちにはいろいろなチャンスを与え、広い世界を見せてあげたい。ほらみんな宿題やってしまいなさい。はーい。そして自分の選んだ場所で美しい花を咲かせてくれるよう願う。